で今回はですね5つのステップで話していこうかなと思うんですが、その前に今回の質問を先読み上げてから、1つ目、この質問で受けた印象で、2つ目、反芻思考で、3つ目、反芻思考の原因で、4つ目、反芻思考の抜け出し方5ステップで、最後に、5つ目まとめでやっていこうと思います。よろしくお願いします。今回の質問についてのちょっと読み上げをねしていこうと思います。こんにちは、いつも動画見させていただいております。早速相談事なのですが、私は何か嫌なことや自分が失敗してしまったことがあると、いつまでもくよくよしてしまって、なかなか気持ちの切り替えができないという人生を送っています。失敗してしまった時はその反省を生かそうと思うし、いつまでもくよくよしていても、仕方ないので前を向いていこうと思っていても、何か作業をしながら結局また思い出してしまって、嫌な気持ち、悲しい気持ち、恥ずかしい気持ちがループしてしまいます。その結果、前向きな、気持ちがどこかへ消え去ってしまいます。どうやったら気持ちの切り替えができるようになるのでしょうか。これは心理学的に分析できるものなのでしょうか。解決の糸口になるお話が聞けたら嬉しいです。というね、こういった質問が今回来まして、これについて紐解いていきたいなと思っております。ではですね、まずは、この質問で受けた印象の話をしていこうかなと思います。で、一つ目がですね、情緒安定性がまあ低めかなと。で、協調性が高く真面目、頭がいい人なんだろうなっていう印象と、努力の方向性がわからないから別のことで紛らわしてんじゃねえのっていうお話ですね。これについてちょっと説明していきたいと思います。まず1個目の情緒安定性が低いは、まあシンプルにそのメンタルが弱いという感じですね。感情波が激しいっていうタイプの方やと思います。この情緒安定性が低くなると、やっぱ思考回路がネガティブな方に行きがちなんですね。例えばですよ、友達と遊んで楽しかったって思ったとするじゃないですか、皆さんが。で、友達と遊んで、あ、楽しかったなーって普通の場合だったら思うんだけど、ちょっとメンタルが弱い人だったりとか、なんか先読みしちゃって、いや、もしかしたらあの子、私は楽しかったんだけど、気を利かせて、ちょっと楽しい風を装ってくれてたんじゃないかなとか、むしろなんか私なんかと遊んでくれてなんか申し訳ないな、みたいな、本当だったら楽しかったで終わればいいのに、なぜかこう深入りしちゃうっていうタイプ。くよくよしちゃう人って、この考えなくてもいいところまで考えちゃう。ってところがよくあるんですよ。よくいるんですよ、そういうタイプが。で、二つ目なんですけど、協調性が高く真面目で頭がいい人ってなんで書いたかっていうと、頭がいいと逆に病むっていう傾向があるんですね。例えば IQ が高い人ほどうつ病発症率が高いとかあるんですよ、実際に。これなんでかって言ったら、考えなくていいところまで考えちゃうってところなんですよ。で、まあ、結局その考えたところで仕方がないのはまあわかるんですよ。わかんないものに対して考えすぎるっていうと、答えが結局見つかんないからもう闇落ちするみたいな感じになりやすいんですよね。だから、正しい知識っていうのを頭の中に入れてあげると、前に進めたりとか、一気に飛躍するタイプの人が意外と多いので、はい、ぜひね、ちょっと今回の動画で、その考え方について答え合わせできたらいいなと思います。で、協調性が高く真面目ですね。協調性が高いってどういうことかっていうと、まあ、周りに結構合わせるタイプって感じですかね。みんな一緒に頑張っていくとか、チームでね、やっていくだったりとか、一匹狼じゃないタイプなんじゃないかな。で、次、努力の方向性がわからない、別のことで紛らわせようとしているってところなんですけど、結局この人がやってることっていうのは、嫌なことを思い出しちゃうから、作業をして忘れようっていう感じだと思うんですね。良くないことが起きましたとか、誰かと喧嘩しました。でも、私寝たら忘れるタイプなんですっていう人とかいて、寝たら忘れるとか、仕事でなんかうまくいかないから趣味で発散するとかあるんですけど、確かに忘れることはできるんですけど、問題解決ができてないんですね。例えば職場で、A さんと B さんが喧嘩したとするじゃないですか。で、喧嘩して、その A さんはストレス発散しに、カラオケ行ってメタルでも歌ってやるぜ、つって、ガンガン歌って、ああ、スッキリした、みたいな感じで、まあ次の日になったら、当たり前ですけど B さんまだいるんですよ。みたいな。また思い出して、同じぐらい病むっていう。要は、この問題に対して向き合うんじゃなくて、その問題が起きた後に、その問題が起きた現実を忘れるために別の行動を取るっていう忘れ方をしてると思うんですね。だから失敗してその反省を生かそうとかって思うんだけど、実際その反省を生かすっていう行動が今やってる行動と結びついてるかって言ったら、あんまり結びついてない時は、この反芻思考って言って、同じようなことで悩むっていう現象が起きるんですね。うん、なので今回のね、原因はですね、反芻思考というものになります。ということで、2番目、反芻思考というところに、行きたいと思います。まあ、簡単に言うと、さっきの例と一緒で、何かに失敗して恥ずかしい気持ちだったりとか、好きじゃない人と一緒に働いてて、その人と関係性が悪くて、あいつ嫌いとかっていう嫌悪感だったりとか、いろんなその感情っていうのがあると思うんです。で、その感情をさ、
発散するためにはその感情に対して向き合うべきじゃないですか。本当はそうなんだけど、相手がもう変わんねえから、変わらない現実を絵描いて紛らわせようとか、カラオケ行って紛らわせるとか、ね、飲みに行って酒でね、ガーって行って忘れようとか、ってやったら何が起こるかっていうと、同じ状況下にもう一回になった時、同じくらい病みます。これが反芻思考なんです。忘れたと思ってきたことがもう一回振りかかってくる。これ PTSD の方とかもね、よくあるんですよ。男性恐怖症の方だったりとかも、男性になんか嫌なことをされた過去があるんだけど、その過去から目をそらすのね、基本的には。例えば自分を責めたりとかして忘れたりとか、ね、男性と距離を取ることによって思い出さないようにするんだけど、当たり前だけど、男性が近くなってきたりとか、自分をちょっと恋愛に踏み出してみようって思った時に、当時の恐怖心とかがガーンってくるんですよ。そのことに対しての向き合い方でどれくらいのメンタルのダメージが来るかっていうのが変わっちゃうんですね。この反芻思考を理解してあげることによって考え方を変えてあげようっていうのが今回の狙いになってくると思います。というわけで、じゃあ3番目ですね。反芻思考の原因ですね。1つ目、嫌なことから目をそらす方法を間違えている、思い出さないように忘れようとしているっていうところですね。例えば僕は結婚式のスピーチでめっちゃ滑ったんです。で、くっそ恥ずかしい思いしました。で、その時の僕は、俺結構配信とかで喋るのうまいし、カンペなしでもいけるでしょと思って行ったんですよ。したらね、見事に考えて喋ろうと思ってた内容が頭からすっ飛んでですね、固まったんですね。あ、やべえってなって。まあ、そういう状況になって、もう大恥かいたと俺は思ってるんです。で、そこに対して、まずは間違えた目の反らし方しますね。うわぁ、やらかしたわー、もうほんまに恥ずかしい。うわ、本当に死にたい。あー、やばいなー、もうじゃあもう酒飲んで忘れよう。あーって飲んで、つって。これ間違った忘れ方です。いいですか？この質問者さんの場合だと、絵を描くことで恥を描いて、絵を描くことをするんだったらいいんですよ。だけど、絵を描くことじゃなくて、別の学校で恥ずかしい思いをしたっていうことだったりとかを、絵で解消したって意味ないですからね。だから、思い出すんですよ。本当に解決すべきことの努力を持っていってないから、できないんですよ。で、思い出さないように忘れようとするっていうのは、ほぼ不可能でございます。結婚式のスピーチで、失敗した思い出を忘れようとします。で、その時にテレビ見てたとします。好きなアーティストさんが結婚式で歌ってきましたって言ってみ。結婚式のスピーチといえば、うわー思い出してしまったです。これ絶対思い出すんですよ。それに関連づけるものって山ほどあるから、いつか絶対思い出すんですよ。一個じゃあ分かりやすい、みんながやりがちなこれの失敗例をちょっと一つ持ってきたんで、皆さん、その恋愛したことありますか？で、恋愛して大好きだった彼氏や彼女に振られたっていう思い出ある人。はーい。はーい。その時にやった行動の中で絶対これがあると思うんですよ。昔の付き合ってた彼氏や彼女の写真を全部削除して忘れようとしたことないですか？で、当たり前なんですけど、どっかに彼女とか彼氏と付き合ってる形跡ってないですか？携帯内とかに。例えば LINE のトークとかがまだ残ってましたとか、あると思うんですよ。その時にバーンって思い出しません？うわ、やっちまったみたいな。うわ、見ちゃった。あれ、僕はね、消さないんですよ、絶対。なんでか、それは未練があるとかそうじゃなくて、私はこの人と別れたっていうのを何回も何回も自分にダメージ与えるぞ。現実をちゃんとこまめに知らせてあげるようにするために残してます。ちゃんと忘れられる。なんでかっていうと、画像欄にあえて残してると、もう別れた彼女の写真がいっぱいあるわけ。今カノさんとかが見たら確かに嫌ですよ。嫌だけど、嫌だから、忘れられるようやったら消してくださいね。もちろん。スクロールした時にさ、絶対出てくるじゃん、ポンって、うわみたいな、出てくると思うんですけど、それそのうちね、何ヶ月かもうずっとやってると慣れてきます。あ、俺はこの人と別れたんだって思うようになります。なんで消さないようにしてみてくださいっていう。要は同じようなそのストレスっていうのを何回も何回もあえて与えてあげることで慣れてくるんですよっていう、やり方がございます。はい、次4番目いきましょう。反芻思考の、ね、抜け出し方5ステップっていう感じで、まず大前提なんで0番とさせていただきますね。絶対に責めないこと。自分を責めるとメンタルがバンバン落ちて、むしろその責めてやっちゃいけないことをやったりとかすると、そのやっちゃいけないことをしてストレスを発散したりとか、逆にやっちゃいけないことをしようとするので、責めるという癖をとにかく直してくださいね。当たり前なんですよ。できなくて当たり前なんですよ。スノボやったことない人間に対してさ、お前スノボできねえのマジで無能だなって言わないですよねってよく話するじゃないですか。無知だから、乗ったことないし、知らないんだから、知らないに決まってるし、できないに決まってるじゃないですか。だから今から知ってけばいいし、今から努力すればいいじゃん。だから責めないでくださいね。あと、あなたっ
は他人を責めますか？逆に。みんなはさ、人のことをさ、お前バカーとかでは言う人は言うよ。たまにいるけど、でも、ほとんどのね、タイプの人はね、まあ、そうじゃないじゃないですか。うん、自分に自問自答してください。あなたは他人に対して、ね、できないことがある他人や、ね、失敗した他人を責めますか？責めないじゃないですか、基本的に。優しく接するじゃないですか。他人にはそれはできるのに、なんで自分にそれしないの？で、他人に向ける優しさくらい自分にも優しくしてあげてほしいんですよ。僕が言いたいの。これが大前提0番です。ここから5ステップいきましょう。まず1、第三者目線で見つめるです。例えば、辛いことを思い出すときって、自分がこうなったっていうふうに思い出すとめっちゃ辛くなるんですよ。四つ出すんである俺が、俺自身が結婚式のスピーチでくっそ滑ったってやったら、自分の視点で思い出したら、わあ、マジで死にて、うわーってなるじゃないですか。じゃなくてね、第三者目線でいきます。幽体離脱して、こうやってヒューンって幽体離脱して、上からこう俯瞰してみるんですよ。その時に思うのが、四つ出すんという、A さんがいました。B さんという後輩の結婚式に来て、で、C、D、E、F、G、まあ、いろんなね、人たちが、観客として見てます。ね、四つ出すんである A さんは、こういう発言をして滑りましたと。もし俺が主観的な目線だったら、うわ、笑われてる。絶対笑われてると思うんだけど、でも、第三者目線で見たらさ、いや、あいつ、めっちゃ滑ってんじゃーってなるかなって思ったらならないと思うんですね。なので、第三者目線で思い出すのにめちゃくちゃ重要になってくるんですよ。俯瞰で物事を見るって思い出すっていうことを一回してみてください。次、2番目。感情の言語化。感情リストですね。概要欄に感情リストっていうね、URL を貼ってるんですよ。こちらで何をしてほしいかっていうと、感情をね、言葉にちゃんとしてほしいです。例えば、嫌な気持ち、悲しい気持ち、恥ずかしい気持ちって書いてますね。嫌な気持ちってどんな気持ちですか？悲しい気持ちってどんな気持ちですか？これをもっと細かく分類できるはず。じゃあ、嫌な気持ちだったら、嫌悪感。劣等感とか、いろいろあると思います。これを、実は俺、用意してます。その感情リストっていうのを、PDF で実はもう、ネットであるんですよ。これ、愛情とか、プラスの言葉も全部言語化されてて、例えば、恐怖の言葉、不安な感じとか、ね、嫌な予感がある、恐れている、不信感のある、パニックとか、書いてるんですね。みんなはさ、なんか、ネガティブ 100%、ポジティブ 100% になってますよ、なんかマジで。うわ、マジ、今なら死んでもいいとか。じゃなくて、この感情リスト、間を作る作業になります。この感情リストで、やっぱ言葉を言語化してあげてほしいんですよ。じゃあ、結婚式のスピーチで大滑りした時には、部長さんとかが、すごく面白い話をノーカンペでやってるんですよ。でやっぱりそれ見たら、劣等感も感じましたね。悔しいなーっていう気持ちになったし、自分のその未熟さにも気づいたし、バカにされたような目で見られてるんじゃないかっていうこの感情にも浸ったし、自信がなくなっちゃったりとかもしましたね、うん、っていう風に言葉に返してみてください。言葉にするとやっぱりね、答えが見えてきますよ。劣等感を感じてるんだったら、やっぱりその劣等感を埋めるための努力をすればいいし、うん、やっぱ恥の感情はあるけど、やっぱ恥って書かない人間はいないとかね、名言をその使って自分のメンタルをね、前向きに持っていくだってでもいいし、うん、やっぱりそうやって、まずは言語化して自分のどんな感情に今浸ってるのかっていうのを一回考えてみてください。次、三つ目のステップですね。感情への理解を深めるです。人って感情が浮かぶとか、その他人がそういう感情を浮かべた時とかも理由があるんですね。例えばさ、うざい人がいたとしますよ、皆さんに。うん、ああいうことを言われたみたいな。何考えてるかマジわかんないよねっていう、わかんないから、まあ、怒り出したりとかするんですよ。人っていうの。で、ありえないし、マジ意味わかんないよねって終わっちゃうと、もうそのムカつきのままで終わっちゃうんですよ。なぜこの人はそういう行動を取ったのかを分析してあげると、めちゃくちゃ気持ちが楽になったりします。あ、この人はこのタイプだから、それは言うよね、そのセリフっていう。ここまで持っていけると、まあ僕はすごくメンタル安定したなっていうイメージになりますね。うん、やっぱりその感情が起きる必要性がそもそもあるのかみたいな、自問自答をしたりとかですね。で、四つ目ですね。理解ができれば努力や対策の方向性が決まる。これさっきも言ったんですけど、自分はこういう感情を感じてるし、で、こういう部分に自分は劣等感を感じているとか、こういう部分に自分自身の問題を感じたとかっていう風に、2番目、3番目で理解できたとします。だったらその方向性を改善するための行動を取ればいいじゃないですか。今あなたが感じてる嫌な気持ち、恥ずかしい気持ち、悲しい気持ちですね。どういう風な理由でそれが起きてるのか、どういう風な理由でその嫌な感情、悲しい気持ちだったりとか起きてるのかっていうのをまず分析してください。で、そしたら分かってくるはず。この感情はこういう風なことが原因で起きているだろう。だったらこの原因はどういう風に行動すれば解決しますかってことを考えてください。で、最後5番目ですね。さあ、
正しく行動しようです。ちゃんとそれを改善するための行動をやっとって、その行動をすることで気持ちを紛らわしてください。あの時あいつと喧嘩したから絵描いて忘れようっていう行動じゃないんですよ。これはあいつと喧嘩した。なぜ喧嘩になったのか。ね、A さん、B さんの立場で考えてみましょう。自分は A さんです。その A さんという人間はこういう発言をして B さんが怒り出した。なぜ怒り出したのか。B さんはもしかしたらこの怒り出す前に何かがあったのかもしれないし、こういうことがあったのかもしれない。ということはこの言葉は不適切だったのかもしれない。だったらこの不適切な言葉を、ね、どういうふうな言葉に変えてあげるといいのだろうかって考える。で、それしかないんですよ。でです。さっきのさ、3番のさ、感情への理解を深めるってところの話を今からちょっとしますね。自分から勉強するしかないんですよ、これって。人間のその感情っていうものに対して理解を深めてあげるってことをしないと、結局わかんないままで、あ、わかんねえから無理だわ、みたいな感じで終わっちゃうんですね。人間っていうのはこういう生き物だから、こういう風な感情になりやすいだったりとか、人間っていうのはこういう風に思う。ことが多いからとか、知識っていうのが増えれば増えるほどやっぱ理解がしやすいっていうのと、やっぱ理解ができるのが分からないままほっとくっていうのはね、天と地ほどのねメンタルの影響への差が出てくるんですよ。例えばポケモンや、みんなやったことあると思うんですけど、草むらからポケモン出てくるじゃないですか。ポケモン草むらからドンって出てきて、もしそれが現実世界でやったらさ、知らないポケモンがさ、でボンって出てきたらさ、うわなんだこいつ怖えってなるじゃん。どんな技使ってくるんだろう、混乱とか進んでくるんじゃないかみたいな感じで怖いですよね。それ知らないからですよね。あ、でもポッポかよみたいな。ポッポは全然余裕だわってなるじゃないですか。ポッポなんで余裕かって思うかっていうと、ポッポというポケモンに対しての知識があるからじゃないですか。だから分からないものに対して恐怖心だったら浮かぶんですよ。そんな感じで知識を深めてあげるっていうのが大事なんですよ。でもさ、分かりますよ。そんなんどこで調べたらええねんって思うんですよ。俺もね、正直考えてて思いました。こんなん、正直みんながみんなできると思うかいやん、そんなもん、みたいな。じゃあどうしようかなと思った時に、僕がそれを答えを出してあげた方が早いんじゃないかと思いました。なので、バンバンそのライブ配信とかでも、質問してきてくださいね。あとは、ま、こういう概要欄にある、テーマの、リクエストはこちら、みたいな感じで書いてある、マシュマロで、こんな感じで今回のね、質問みたいな感じで、質問だったりとか、悩みとかを打ち明けてくれたら、僕もこうやってお話できたりとかしますので、その場でお答えもできますんで、すぐに答え欲しいって場合はね、ライブ配信でコメントしてくれたりとか、していただければいいかなと。思います。というわけで5番まとめですね。まとめ。この質問で受けた印象っていうのが、情緒が安定性がちょっと低めで、協調性が高くて真面目な人なんじゃないかな。で、頭がいい人なんじゃないかなと。で、最後に努力の方向性を若干間違えてるんじゃないかなっていうところを見て、で、2番目、反芻思考っていうものが今回の、原因なんじゃないか、大きな原因なんじゃないかなということで、反芻思考についての説明をしました。で、3番目に、反芻思考の原因は、目をそらす。で、目をそらして忘れようとする。記憶を奥底にしまい込んで、そのメンタルに来るダメージごと奥底に、ね、しまい込んで、思い出した時にまた同じくらいメンタルがドーンってね、病んじゃうみたいな、この反芻思考っていうね、ところですね。まあ、お酒飲んだりとか、カラオケ行ってとか、そういう感じで物を忘れようとするっていう、そのずれた忘れ方をするですね。で、思い出してまたしんどい思いするっていうことです。これが反芻思考の原因になってます。で、反芻思考の抜け出し方を5ステップ、説明して、今回のお話は終わりという感じになります。で、おすすめの動画ですね。下に、四田流メンタルケアっていう、ライブ配信のアーカイブにはなるんですけど、こちらの動画を貼っておきますんで、よかったらこちらの動画見て、なんだろう、今回反芻思考だけじゃなくて、まあ、その場その場のメンタルのね、振れ幅っていうのを、いかにその安定させるかっていう、その情緒安定性を高めてあげるための公開してますんで、こちらで下の概要欄の方から確認してください。あとは、丸2の感情。の言語化については感情リストという URL を下に貼っておきましたんで、ぜひ見てみてください。では、こんな感じで今回のお話は終わりにしようと思います。ありがとうございました。